はい、皆さん、チャップ吉カンパニーへようこそ。チャップ吉です。さあ、今日はですね、バットマン VS スーパーマン、ジャスティスの誕生公開記念企画ということで、今回ある場所へと来ております。そして今回その場所へと導いてくれるあるゲストの方にお越しいただいているんですけれども、あれ、どこに行ったんでしょうか。ストーリーズカーミン、この方、東京キャラクターマップを展開されている神楽さんです。どうも、こんにちは。こんにちは。ゆるいバットマンの姿で現れた神楽義則さんは、こう見えて SNS を中心に東京キャラクターマップを展開しているんです。東京キャラクターマップは、世界的に人気のキャラクターと出会えるという東京の新しい魅力を伝えるシティガイドメディアなんです。今日はそのチャプキさんを、はい、なんとその東京のですね、バットケーブというような、バットマンのことをすごく体感できる、なるほど、まるでゴッサムシティのような、うそんな場所へとご案内したいと思います。これはもうすぐ映画公開じゃないですか。そうなの。さあ、それでは早速行ってまいりましょう。レディーゴー。浦安駅から歩いて5分、東京ディズニーリゾートからバスで20分の場所にあるリバプール。洋楽とアメリカンコミックをモチーフにしたロックバーです。それでは早速入ります。緊張がちょっとやばいんですけれども。いえ、ちょっと待って。ハイクオリティなホットトイレとかでフィギュアが美術館のように飾ってあるっていうね。いや、僕まさにこのダークナイトからもハマったので。あ、そうか。すごい、ちょっとマジか。もうこうアイアンマン出ました。もうすごい横に並べる、夢のような。いや、ちょっともう入り口だけで僕ちょっともう引き上がるんですよ。ジュイさん、まだまだこのバットケーブ、この奥の洞窟にあるから。こちらなんです、東京のバットケーブ。おー、すごい、これはすごい、これは想像以上。まるでゴッサムシティに迷い込んでしまったかのような、バットマンの重厚な世界観が作られた店内。そこにはマスターが20年以上かけて集めたとされる500体以上のバットマンフィギュアが博物館のように飾られていて、今国内外問わず世界中からも熱い注目を浴びているんです。映画シリーズのサウンドトラックも充実していて、 BGM としてリクエストすることもできるので、ついつい長居をしてしまう方も多いとか。うわー、これはすごいでしょうか。天井も、天井もが当たってあるし、もう壁全部にね、360度まさにバットマンのプラネタリウムですよ、ここは。2人の前に現れたのは、この店のマスター、桜井一輝さん。助けてくれ。雰囲気のある店内に加えて、お茶目なマスターの存在も魅力の一つ。そんなマスターにバットマンの魅力を聞いちゃいました。落ちねえぞ。ボコボコにやられるんですよ、バットマンって毎回映画で。ああ、そうそう、この前もね、ダークナイトでも、ダークナイトでもやられて、まあベインにやられたりとか、それ立ち上がって勝つと、うん、今までの映画も全部そうなんですよ。ネクラのとこはなんかいいですよね。何考えてんだろこいつはみたいな、あ、掴みどころのない感じがすごいいいかな、うん、でもあのアメコミの魅力の一つとして、その作者とかにもよって変わってくるんですよね。日本の漫画と違って、まあ、アメコミっていうのはいろんなアーティストが描けるんです。それも一つの楽しみなんです。楽しいですね、新しい世界がまたそこで。この人描いたらどんな感じになるんだろうとか。映画見た帰りだったりとか、あとあの浦安にお店があるので、そのディズニーランド来られたお客様で帰りに寄ってほしいなっていうのはありますよね。まあ、日本にもこういう場所があるんだってことをやっぱ知ってもらいたいというのもありますし、まあね、うちのお店をきっかけとしてまたより深く知ってもらいたいというのはありますよね。まあ、映画を紹介してそれをまあ見ましたと、まあ、もう楽しかったですと。やっぱそういう人が増えていくとやっぱこっちも嬉しいし。番組後半ではバットマン VS スーパーマン、ジャスティスの誕生の予想をしちゃいますよ。どんな展開になるのでしょうか。 Power corrupts and absolute power corrupts absolutely.
You're gonna go to war. This may be the only thing I do that matters. It's time you learn what it means to be a man. 今回このまあね、あのバットマンのところだと、前回のダークナイトの版のねバットマンとだいぶ雰囲気が違います。全然違いますよね。まずあれじゃないですか。顎。顎ね。ケツ顎ですから。最高ですよ、あと体格、体格がねゴリラみたいな。だって前回のねクリスチャン・ベールのダークナイトはちょっと細かったし、身長もねバットマンというよりもキャットマンなんですよね。うまいね、キャットマン。だから僕はもうその、まあ、ダークナイトのあの感じがもうキャットマンというイメージだったので、確かに今今回見るとちょっと今回は本当原作から飛び出してきたようなゴリラのケツゴリラちょっと体重そうですから、ね、もう最高ですよ。あれならスーパーマンに勝てるんじゃないか。あ、そんぐらい確かに、はい、まあ、バットマンって普通の人間ですよね。普通のもう地球人、普通の人間ですよ。いや、その人があんな宇宙からやってきた、それと宇宙人の超人と戦うわけですから。いやすごいな。相当無理なことやってるんですよね。実を言うとですね、ベン・アフレックってあのマーベルのですねデアデビルっていうキャラクターを演じてるんですよ。盲目の戦士ですね。はい、もういい、結構前なんですけど盲目の戦士。え、はい、それ映画あったんですか。映画があったんですけど、もう黒歴史にされてるぐらい。あんまりそのされてるんじゃないか、その時デアデビル僕見た時に、あの顎ですよね。これバットマン、これバットマンこいつにやらしたらめちゃめちゃハマるんじゃねえかと僕はもうずっと昔予想してたんですよ。すげえ、すげえな、それ顎やらしたら、うん、こういないだろうと。他にはいない。こうやってお前だろうみたいな、すぐバレるみたいな。バットマンですよ、この顎は。もうデアデビルもこういう感じなんですよ。同じだ、こういう感じなんですよ。そう、待ってこない、このケツ顎、バットマンでしょと。でも決まった瞬間、やっぱこれ来たよ、こいつしかいないだろうと。すごい、もう何年も前にもう予想してましたから。すごいね、まあ、ズバリね、バットマン V スーパーマン、どちらが勝つのかっていうところがやっぱり、これ難しいですよね。これ難しいね。ズバリですね、はい、私が思うに、はい、まあ、去年からまあ流れてる予告を見れば答え出てるんじゃないかなって思うんですね。どういうことだろう。まあ、予告でこのスーツ、はいはいはい、あ、まあね、これで原作でもスーパーマン戦うとき着るスーツなんですけど、まあ、要は対スーパーマン用なんですよ。なるほど。ってことはですよ、おそらくそのバットマン1回目の戦いでスーパーマン負けちゃうんじゃないかと。でそこで多分バットマンはどうやったらあいつに勝てんだろうかと試行錯誤してこのアーマーを着て戦うんじゃないかと。おそらくもうバットマン勝つんじゃないかな、2回目は。はい、じゃあマスターはもうバットマンが勝つんじゃないかと。勝たせてくださいお願いしますっていう、ね、確かに、ね、ちょっと人間代表として勝ってほしいっていうのがありますね、はい。やっぱりね、このバットマン博士とも言えるようなこのマスターの、そのやっぱり選定の妙というかね、を楽しませてくれるっていうのが僕すごいそこはいいなと思ってて、知らなかったバットマンの世界を丁寧にこうやって教えてくれるっていう存在がもう本当に嬉しい人ですね。どうやら3人は地球を揺るがす決戦に向けて興奮が止まらない様子。予測不可能なヒーロー同士の戦いへの期待は高まるばかりです。はい、ということで本日はここリバプールからお送りいたしました。ここにはですね、バットマンの世界を熟知しているマスターもいらっしゃって、もう本当に映画、コミック、アニメ、もう様々な分野からハマった方々、もう本当に幅広い方々にお楽しみいただける場所でした。ということで今日もチャップキチカンパニーからお送りいたしました。今日も最後までご視聴本当にありがとうございました。それではまた皆さん次回お会いしましょう。東京のバットケイブともいえるリバプール、バットマン好き、アメコミ好きの方におすすめの場所ですよ。東京ディズニーリゾートからも近いので、帰り道などにぜひとも遊びにいらしてくださいね。